中学1年生の模擬試験のところで分配法則というのを勉強します。例えばここにあるように3括弧 2a プラス4括弧閉じという計算は、前の3と 2a をかけてあげて、その次に前の3と後ろの4をかけてあげる、答えは 6a プラス12ですよ、というふうに習ったと思いますが、なぜこんなふうに計算するのと疑問を持つ人きっといると思います。今日はその疑問にカードを使って答えてみたいと思います。分配法則で使う括弧というのは、お皿とかザルとかいろんな入れ物だと思ってください。ここにリンゴが1つ、イチゴが4つ乗ったお皿があります。このお皿が2つある場合は、2つありますよというふうにこんなふうに表します。ではこのお皿2つ分ではリンゴはいくつ、イチゴは全部でいくつありますかと考えた場合、この2とリンゴの1個をかけてあげると、リンゴは全部で2つ、次にこのイチゴの4個と前の2をかけてあげると2、4が8、イチゴは8個ありますよ。こういうことがわかりますね。これが実は分配法則のイメージです。これをそのまま文字で置き換えます。 A たす3というお皿があります。 A が1個と3という数字が載ったお皿です。そのお皿が4つ分では A はいくつ、数字はいくつになるでしょうか。4と A をかけますね。そうすると A は4個で 4A で、数字が4と3をかけた4312、答えは 4A プラス12。こんなふうにイメージすれば、分配法則が分かりやすいんじゃないでしょうか。式の項が3つになっても同じです。では新しい3つの項ですね。リンゴが2個とピーマンが1つ、人参が3本が乗っている、ザルですかね、ザルがあったとします。八百屋さんに置いてあったとします。こんな組み合わせちょっと変ですがね、気にしないでください。このザルが3つありましたという場合は、この括弧の前に3を置きます。さて合わせるとリンゴは全部でいくつ、ピーマンはいくつ、人参は全部で何本あるでしょうか。その場合はこの3と2個のリンゴを掛け算します。2、3が6でリンゴは6個、ピーマンが1個ですから 3×1 でピーマンは3個、人参3本ですから 3×3 で人参は9本。そうすると答えはリンゴが6個、ピーマンが3個、人参が9本という答えが出てきます。これが、分配法則だと思ってください。ですからもう一度やると、これ実は正の数でも負の数でも規則は同じです。A が2個とマイナス5が入った入れ物があります。それが全部で3つありました。ではこの3つ分で A は全部でいくつ、数字はいくつになるでしょうか。3と 2A をかけて A は2、3が 6A、 3と5をかけてマイナス15、6a-15、 6a-15 というのが答えになるわけですね。どうでしょうか、イメージできましたでしょうか。実際にじゃあやってみましょう。分配法則これでしたね。数字を変えてやってみます。新しい式は4括弧 2a-3、 こういう式だとします。これが 2a-3 というものが入った器が4つありますよ
というふうにイメージすればいいわけです。ですから合わせて4と2 a をかけた a は8個で 8a、 次に4とマイナス3をかけますので 4×3=12 でマイナス12、4括弧 2a-3 括弧閉じの答えは 8a-12 とこのようになります。皆さん、なんとか分配法則イメージできるようになったでしょうか。